手裏剣ファイル005。俺ってせこいと思った時、沢田研二さん、志村けんさん、お二人とも素敵だし、お金持ちだし。ないよ。ないですか、志村さん。ん？ないですか？あるもんか。いや、それは飲みすぎだからない。飲みすぎ。いや、飲んだってそんなにね、うん、そんな高いもんじゃないよ。うん、だってなナポレオンとかそんな高い酒飲んでるわけじゃない、焼酎とか行って飲んでるわけじゃないんですけどね。ね、いやでも焼酎何百杯とかそういう、うん、焼酎飲むってこと自体がちょっとせこいのかな。このジュリーさんとケンさんに最も似合わない言葉として一応せこいを選んでみたんですけど、せこいな俺ってって思ったことってありますか？結構あるある。普通ですよね。あるじゃん、あるじゃんですよ、そんな。あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。あるじゃん、あるじゃん。そう、その言葉を選ぶあたりが本当に面白い。昔、昔はもっとせこかったね、僕はね。え？何ですか？あのね。沢田さん、昔の方がせこかったでしょ？うん。お金の使い方知らなかったんですよ。うん、ね？うん。で、銀行に預けるの嫌だったんですよ。あら。うん。でね、鉛筆立てとかにね、こう入れとったりするわけですよ。お金を。で、友達が来たりするとね、少なくなってるんだよ。持ってっちゃう、持ってっちゃう。そういう友達ばっかりなんだけど、だってそれとか、ね、友達じゃないんだよ。いや、それとかね、昔なんかウエスタンカーニバルをどっかに持っていくっていう地方でやってね、確かね神戸だったと思うんだけど、それでやった時にスパイダースもテンプターズも、僕らも一緒でやってて、でホテルのレストランでね、釜谷さん今度僕おごりますって言って、で二人でレストラン行ったのよ、でみんなもほらもう外なんか出られないじゃないその頃、その頃人気あったら、来るって言ったらみんな来ちゃうわけよ、あいるのっつってみんな、周りにでこう座っちゃうわけですよ、でおごるって言ってたんだけど、俺せこかったんですよその時。でボーイさんが来て、お支払いの方はどのようにして、別々にしてって思わず言っちゃったの。別々にしてって、釜谷さんにおごるって言ってたのに、釜谷さんの分までもう別々にしてっていう、思わず言っちゃった。なんか俺その時後でもうせっこいせっこいなってなと思ってね、もうそれ以来そういうことはもうやめようと思って、もうしょうがないから、それだったら誰かが言うまでせこくても黙ってよとかね、自分で別々にしてくださいっていうのはやめようと思って、大盤振る舞いしようって思うんじゃなくて言うのをやめようって思って、そう、それとか感情の時間になったら靴の紐結ぶとかね、そういうのはやめようと思いますよね。うちの高井ブーさんは、さて帰ろうかって言うと必ず便所行くんですよね。便所ね。そういう方がいらっしゃるんね。そうそう、行こうかってなると、ちょっと便所行ってくるって。で、帰ってくると、出てこないんだよな。そうそう。あと、伝票が置いてあるじゃん、飯食った時に。その時、なぜかしらと、鼻息でふわっと飛ばされてるよ、ここにね。あーってタバコ吸いながらファーっとね、その伝票を僕送ったりするんだよ。それ志村さんやりますか？俺はやんない、俺はやんないけど。やらない、じゃあ気がつくとみんな自分の方に伝票が来てるタイプですか？逆に自分が志村さんが俺せこいなって思ったことってありますか？俺はね、あんまり頓着ないの金にね。だどうしてもね、一番上のものは頼まないのね。メニューでも。はいはい、ワインリストなんか持ってくるじゃん、全然わかんないけども、でも、どうしてもね、ネタの方を見るよね。名前じゃなくて、ネタの方のゼロの数を数えて、注文するようになる。え、ゼロの数数えますか？数えるよ。俺、昔話したんだけど、自分で三鷹で家をね、建てた時に、マットが欲しいって言って、シルクの絨毯をしたのもあるんだよね。ドバイとから。その時に、すごい重なって6万ぐらい持ってくんですよ。で、全部背広きた5人ぐらいが持ってきた時に、ダーッと広げて、一番上がね、一番いいんですよ、やっぱシルクで。だからその方が高いんですよ。でも、ネタ表が書いてあると見えないんですよ、それ。でも、かといって、いくらって見るのもせこいなと思うじゃないですか。見ないと、見ないと。それで見えないんですよ。みんな見てるもんだから。見え張っちゃって。で、こう、だんだんこう、何枚も作るんで、下の方に、質が悪いわけね。いかんなって分かるわけ。でもどうしてもこれいくらっていうのが見えなくて、弱ったなぁ、どうしようかなぁ、いくらなんだろうなぁと思ってるうちに、志村さん、これ一番上のやつはね、玄関マットもありますよ。同じものが。あ、ちょっと見せてもらおうかって言ったら、玄関マット、もうね、1メートルぐらいのね。あ、ちっちゃい感じ、ちっちゃいやつを。それを見たんですよ。あ、それとも完全に座れるじゃないですか。いいね、これとかって。その時パッと見た時にね、9が頭にあったんですよ。で、0、0、0、0、え？ともう一回、直してから元いいってなって、一回そのまま元いいんだって、それから、それだけで90万なんですよ。
うん、1メートル四方で90万、うん、こんなちっちゃいので、うん、するってとあれはと思った時にねちょっとね不整脈になっちゃった俺玄関ナットがあってよかったですね。ドッコン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 それでも一応ね6人ぐらいでこう担いできたんで、うん、あの嫌だっていうようになっちゃってね買っちゃいましたけどね。前に僕ね女性と4人ぐらいで、うん、あの麻布のイタリア飯屋行ってね、うん、そこで初めて行ったんですよ、うん、でワインありますかって言って、うん、ワイン頼んだんですよ、うん、じゃあ分かんないから任せますって言ったんですよ、うんうん、それでちょっと炒めし食って帰りわけに、うん、パッと電票見たら、うん、3万9000円ぐらいだったのね、うん、僕はそう見たんですよ、うんうん、それでこうやってあのあはいはいはいって4万円渡してはいって言ったら、うんうん、志村さんよく見てくださいよって言われたんですよ、39万ですよ。え、4人で、うん、どこの店やねん。なんじゃこりゃってなってだこれさ料理これえっったら、うん、ワインがすごい高いの持ってきやがってさなんですでも十何万のえもっとですよだから二十何万だあじゃないですかだって料理だとそんなにね1人1万30何万1万、5千円、まあ、1万円としても4人で、30何万のことワインをそれ聞かなきゃダメでしょいくらなんでもまあねこれいくらですけどもとかねいやでも志村さんクラスだったらきっと大丈夫って思って聞かなかった可能性もありますよねいやそういうことはねダメよ聞いてもらわないといや聞いてもらわないとこっちからもちなみにいくらとかあ、言えよかったんだね、うん。安くてもいいからって言えよかったんだな。で僕ら言うのはやっぱりね、せこいって言えばせこいですけどね、安くてうまいの出してねって。え、沢田さんそう言いますか？そら言いますよ。だって高くてうまいのは当たり前じゃない。まあ、そこだよね。そことね、そら、生まれてずーっと、例えば、そのまあ、飲酒は二十歳からですけど、生まれてずっと、まあ、あの、物心つい、初めて飲んだワインがすごく高級であれば、うん、それ以上下がったら、まずくてしょうがないよ。だけど、ね、僕らこう飲んだり、うん、もう最初はそれこそ国産品から飲んでるわけ赤玉ポートワインから飲んでるわけですから赤玉ポートワインってなんか聞いたことあります4名者かもしれないんだからこれワインだぞと言われてそれは違うと思ういやいやだからいや本当にだって現場ってあのイタリアとかフランスって行ったら、うん、安くてうまいのよもうらしいですねいくらでもあるんだから2000円とか3000円で十分美味しいんでしょ、うん、いやでもそういやいやそうせこいって言えばねあの数の子とかね、うんあれいつ飲んでいいかわかんねえって感じですよ。あ、はい、噛んでて噛んでて噛んでて。もう一回いいですか？え、カズノコ、カズノコって噛むとさ、いつもプチプチプチやってるじゃないですか、うん。これはいつ飲んでいいのかなっていうのがわかんない時があるんですよ。うん、飲んじゃうともったいないからってことですか？だって結構カズノコ高いじゃないですか。うん、高いですよ。で噛んでるじゃない？うん、でこれはいつ飲むんだろうっていうのがね。それ志村さんおかしいと思う。おかしいですか？どうチャンスがわからないっていう。もうなんかね。それも、うん、そういうこともないですか？タコなんかでもこれいつすいませんタコでもタコでもイカでもね、うん、これ噛んでるうちにこれいつ飲むんだろうっていう時、うん、今飲んじゃったらもったいないのかなっていう自分もあるし、うん、もっと噛めんのかなとかって、うん、あると思うよ僕は思ったことないですよでも大体僕はもう最近基準は30回にしてる、うんまあ、数えてみよう、うん、そうそうそう金ぴらごぼう結構噛むでしょあれあぶね、噛むね、きんぴらごぼうは。指折りながらこう食べたんだけど。きんぴらごぼうの柔らかいのダメよ。ダメですよ、芯がないと、ね。芯がないと。無視、無視、無視しないと。無視、無視。ガンジ、ガンジ、ガンジ。それがせこいか？せこいと思います。私は沢田さんせこいと思います。で、ここで一曲お送りしようと思いますけど、今日もじゃあ沢田研二さんの曲から行きたいと思いますが、何にかけますかね？あ、じゃあチャリンと入るやつを。せこいやつ。せこいやつだね。じゃ、チャリンと。曲とか詩とか書いてるんですか？曲を書いてて。うん。うん、これが一曲だと。放送すると入るわけですね。うん、チャチンと。あらまあ。あらまあ、せこいですね。じゃあ。ありがとうございます。じゃあ、チャリンの曲どうぞ。はい。コバルトの季節の中で。髪型が変わりましたね秋風によく似合いますね何か悲しいことあったのでしょうかが目に染みますね誰
嫌いでしたね。忘れたい何かあるのですね。だけど人はきっと愛し合えるでしょう。コバルトが目に染みますね。誰だって過去は辛いですね。だから明日のこと話してみませんか。一人ぼっちだったから優しさが好きでした。絶え間なく揺れているこの愛